中野又左衛門は、尾張国半田の醸造家で、密館グループの創業家、経営者である中野又左衛門家の当主が受け継ぐな。1804年に道家を起こした、初代中野又左衛門によって、巣の醸造が始められた。明治期の四代目より、名字の表記が中野に、そして七代目で、名の表記を又左衛門とした。七代目は、半田氏名誉市民。 2014年現在の当時は八代目にあたり、2003年6月に就名した際に中野又左衛門は A となったが、2014年5月に再び元の名前である中野和秀に改名したため、今のところ中野家で又左衛門を名乗る者はいない。初代中野又左衛門から1828年は小栗木左衛門家の長男として誕生する。半田の酒造家。 中野半左衛門家に養子として入り、1804年に分家して中野又左衛門家を起こした。江戸で寿司の流行を見た又左衛門は巣の需要を見込み、半田で酒造業の傍ら、酒粕を原料としたカッスの製造を始めた。これが三つ館グループの創業とされている。1816年に二代目に巣の醸造業を譲り、自らは酒造に専念した。 四代、中野又左衛門は、明治期の当主。小菅谷の醸造家である森田家の文家から中野、又左衛門家の養子に入り、1867年に家督を継承。現在も使われている密館の商標を定めた。また、老いの森田全平と共に、丸三ビール醸造所を設立し、カブトビールブランドのビール製造業を始めるなど、異業種にも参入した。 中野藩六夜より、又左衛門家に幼女に入った妻、奈美は、1857年生まれ、1930年に、没する。五代、中野又左衛門は、二代、中野又左衛門の子である、風雪助の子である。妻、藤は、四代、森田助の孫。純造、孝造、木と密造は、二人の間の子供である。六代、中野又左衛門は、 1888年に生まれ、1960年に没する。最初の妻は中野純平、五女、常。五歳は海部軍と田村の岩地、東、太郎、長女、民。正和、より子、福子、かや子は民との間の子供。七代、中野又左衛門は1922年生まれ、妻は竹本長三郎、五女、富士。 八代、中野又左衛門は A9 月18日大が、現在の当主、慶応義塾大学小学部卒。1973年4月に中野ステン、入社、2002年、七代目、中野又左衛門社長の死去に伴い、同年5月24日に代表取締役社長に就任。翌2003年6月24日に八代又左衛門を襲名したが、 元の名である和英を残して、また在門和英となる。2010年、蘭寿報奨受賞。2014年5月に再び、中野和秀に改名した。2019年密館お家騒動で、報道番組にて、一族経営の実態が明るみに出た。2020年曲日中受賞受賞。ありがとうございます。